皆さん、こんにちは。こんにちは。そして、えー、バルセロナからはおはようございます。はい。今日は5月3日ですね。はい。憲法記念日。私、昨日、建国記念日と言ったけど、憲法記念日。憲法が、えー、制定された記念日ですね。はい。えー今日まあ そうね、ゴールデンウィークも真っ最中ということで皆さんお楽しみでいらっしゃる方もいらっしゃるし、お仕事でいらっしゃる方もいらっしゃるし、えー、それぞれいろいろいらっしゃると思いますが、えー、今日も良い一日を過ごしていかれてくださいね。はい、えー、ユーミングのワールドオブワーズ。今週は、えー、花と花の名前をテーマにお伝えしています。そしてね、今日は、えー、花とラテン語をテーマに 話をします今までね日本の、えー、日本の名前漢字で書くととかね、えー、それから季語でというふうに日本の立場から、えー、花を見てきましたけれども今回はラテン語の立場から見てみたいと思います。というのもそもそも、えー、花の名前を見た時にね、えー、実は学校でも習ったと思いますが花は分類されていてその分類名というのがねあるんですね。そそれは あのこちらでいろいろな世界中にいろいろな花がある花だけではなくて、そして植物、そして動物たち、えそれらをこう分類していく分類学というのが発達してきてで、それに基づいて植物も分類されているえ、そういうところをお話ししたいと思います。さてさて。 でその植物のねさま分類学とか分類をしていくそしてその植物の発見で名前が付けられていったというベースがギリシャそしてローマ帝国その辺りにルーツを持つのでそ,のそこで使われていたラテン語ギリシャ語そしてラテン語が ベースとなって分類されていっているというふうになっているんです。私もこのあたりはね、あまりよくわからなかったところですが、やはりスペイン語、ラテン語ルーツのスペイン語をやあの話すようになってですね、花の名前が日本とはもちろん全然違いますし、で 英語とも違ったりする。そしてその元はどこにあるのかと言ったら、その分類されている花の、文類学のところから来ているものがたくさんあったので、なるほどと思いながら、昔花の名前を調べていたんですね。で、今回はもうちょっとよく突っ込んで見てみました。はい。シェアをさせていただきたいと思います。うまくシェアできるかなあら、違う。私がシェアされてた。<laughs> はい。えっ、ー、とね、 ちょっと待ってくださいね。あ、出てきた出てきた。はい。さて、あ出てきた出てきた。はい。さて今日のテーマは花とラテン語です。さて花の学名という日本語ではね花の学名となっていますが、この分類されて付けられた名前いわゆる世界共通の名前が、えー、この分類学の中に入ってきます。 なんかで言われると思いますそもそも分類学は、えっと、ギリシャとかねそういうところをルーツギリシャあるいはこの地中海地域をねルーツにするのでギリシャ語で、えー、この今書かれているギリシャ語を読めないですがタクシスとノモスというね、えー、このタクシスノモスという言葉が2つ合わさって、えー、タクソノミというタクソノミという名前になりました。 スペイン語ではタクソノミアそしてフランス語ではタクソノミーと言いますがこれはオールデランメント、うん、と順番をつけてそして、えー、レギュラレ、えーそう、えー、ルールを作るっていうこととこの表現をする言葉が2つ合わさった言葉で、ね、タクソノミーとできたんですねはいそしてこの植物分類学植物に関する分類学を発達させたのは えー、1700年代18世紀の初頭に、えー、カール・フォン・リンネさんという植物のス,スウェーデンの博,ん博物学者のリンネさんによって確立されたとありました、はい、日本では牧野太郎さん有名ですよね、えー、この方が、えー、1862年、えー、1957年まで91歳まであった歳まで生きられた牧野富太郎さんが ご自分の人生そして全財産を投じて日本の植物学を確立されたというふうにこの話はとても有名です高知にもね牧野植物園が牧野太郎植富太郎植物園があるというありますけれどもはい。 で、植物の世界は11の門に分類されているというふうにあります。これは今からお話ししますね。でも実は分類方法は学者によって異なるということで、世界中で論議がかわ、ね、過され、過し、論議をされている未だに分類学でどこに属するというのが、えー、まだはっきりしてないものもたくさんあるようです。さて、 えー、このねあ、私この分類学の,このそう植物分類の単位ですけれども、これが、えー、と私スペイン語で最初調べたんですね。スペイン語だとやっぱりあのすごくわかりやすかったので,で、えー。レイノ、ディビジョン、クラス、スブクラス、オールデン、ファミリア、サブファミリア、トリビュー、ヘネロ、エスペシエときます。で、これが、えー、英語だとキングダム、ディビジョン、クラッス、クラッス、オールデン、ファミリー、サブファミリー、トライブ、ジェニュース、 スペイシーとなりますが、日本語になると、か門あみ、あ、あみ、か、あか、れん、種と出てきます。で、この中では主に、このあってつくのは、これはサブと言って、要するに補足的にというふうに分類されているものですけれども、えーまあ、このか門あみ、もか、れんぞ、ぞこのあたりを覚えてとくと、い、いと、 思います英語での覚え方もね、この植物学の覚え方のなんか語呂合わせみたいなのがあって、この King David come over for e o g e Soward とあって、ここの頭文字、ピンクになってるこの頭文字を覚えることで、えー、植物界の分類の順番を覚えさせる、そんな覚え方がありました。面白かった。はいさて、えー、このね、私さっきお見せしましたけれども、 この紀元前から人々に親しまれて、めでられてきたこのバラ、実はこれを今、分類学上でどういうふうに言うか、紹介したいと思いますが、実はこのバラ、えー、まあギリシャ、さっきね、ギリシャ、ローマが中心となって分類学、そして言葉が、えー、この名前のね、言葉が付けられていったと言いましたけれども、えー、実はこのバラは、ギリシャにあるロードストーというね、 島がありますあの観光でも有名ですけれどもここでは紀元前4,000年からと言われるバラのイメージのついたコインが見つかったと言われています。でそこからロードストーローズローズのロードストーという名前がついたようですけれども、えー、紀元前2845年のバビロニアの定年では バラが育てられていたとされる記録もあるようでとにかく紀元前から人々に親しまれてそして花として鑑賞されめでられてきた素敵なものとしてめでられてきたという歴史があるこのバラですこれをですね分類学上でかけてみるとこんな感じになりますレイのキングダムは植物界ランタエそしてモンディビジョンは必死植物種の王子 えー、生成していく植物ですね。このあたりは日本でも、えー、中学校の理科のところでやるところです。そして、えー、クラスはマグノリフ,フ,あマグノリフシーダフタバ植物フタゴバ植物フタバ植物ですね。で、えー、アモクアモウごめんなさいアアミはアモウかアモウはロジダエロジ 野生のバラのことをロジエというんですけどもそれがここに出てきていますが元々言語から取られていますけれどもこれがロジダエそして木はロザですそしてカはロザセアバル赤はロソイダロ,スイ,デアロスイダエそして蓮がロ,ロセアエ そして、俗がローザとなっています。これ、ラテン語ではね。で、あえっていうのは、これ、えー、と複数形になるとあえになるので、まあ、えってついてるのは複数のことですけれども、とにかく日本語にするとどうなるかっていうと、バラは、植物界、皮脂植物門、双子は種、主、派、植物門、バラ、アモ、バラ木、バラ科、バラ赤、バラレンバラ族となって、で、その下にいろいろな種類のバラの 名前が入ってくるという感じになるそうです。なるようです。はい。いや、これは私は初めて調べましたが、あの、うん、これでやっとはっきりしました。というのも、初めて、調べたのは初めてではないんですが、こうやって体系的にまとめたのは初めてです。バラの名前とかね、植物の名前とか、動物の名前とか、魚の名前を翻訳するときっていうのは本当に大変ね。一応こういうことを調べて、うん、どれが一番ぞ、うん 正しい言い方になるのかなというのを調べますけれども最終的には場合によっては俗名を使ったりしますけれども皆さんの、ね、理解を進めるために臨機応変にこの時はちゃんと資料とかの場合はちゃんとこ,のこういった分類学に基づいた翻訳をしますしあるいはこう、ね、文章とか物語の中に出てくる時はもうちょっと俗名を使ったりします。 そんな裏話もありますが、えー、とにかくこんな分類になっています、ね。そしていくつかの皆さんに知られた植物の名前を分類で分けていってみました。バラはさっき言ったみたいにバラ木バラかバラ属に属します。そしてボタンは実はこれはねペオニーという名前が西洋,西洋ではついています。スペペイン語ではペオニアではオアすけれども えー、これは雪の下木と言われサキソフラガレスこれは日本語では雪の下木となってます,なるようですねこれも面白いな、えー、パ・でボタンカ・パエオニア・セアエケアエスペイン語読みだとケアエになるんだけどもセアエあごめんなさいセアエになるんだけどもパ・エオニア・セアエボタンカそしてボタン族パエ・ オニア、パエオニア。ですので、あの、スペイン語とかね、えー、英語にも、スペオニア、ペオニ、ここの、えー、族の名前から、名前ができています。そして、これ、チューリップは、実は、ユリモク、リリアレス、ユリモク、リアセアエ、ユリカ、そして、チューリップ族、チューリパ。ユリ族、ユリカのお花がチューリップ。 そして桜は実はバラ木、バラカ、ロザレスでロザセアへ、そしてバラ木、バラカ、そして桜族、またはスモモ族というふうに分類されています。でこのさ、えー、と桜とスモモが違うのは国によって違うんだそうですけれども、これ見ていただくとわかるようにセラススとありますが、桜族の方ではこれ、 スペイン語ではセレソと言うんですけれども、桜のことをここから来ています。フローレスでセレソというのが、スペイン語の桜の意味なんですね。はい、そしてひまわり。これは、聞くか、聞く、聞く、木聞くか、ひまわり族、エリアンツスありました。 うん、これはねもう俗名が何ていうのかな全,全世界で名前になっていますひまわりは、えー、お日様を回る花そしてサンフラワーはお日様の花という、ね、名前ですよねでスペイン語のヒラソルも、えー、フランス語のトゥネソルも 太陽の、太陽をこう見て回るっていう、ヒラールっていうのは回るっていう意味ですけれどもト、トリネも回るですけれども、太陽を見て回るっていう意味から来ています。だからこれはもう、あの、この俗名から来てるのではなくて、あ、俗名です。俗名って要するに、この分類名の方の俗から来てるのではなくて、一般民,民族の俗、俗名の方から名前が付けられていますね。はい、マーガレット。これも、 ね、見たの通り「きくもくきくか」そしてこれは「木種肉族と日本語にはなってますけれどもアルジランテンムムとスペイン語あのラテン語の族ではなっておりましたアマリリスこれは、えー、アスパラガレスねアスパラガレスっていうのはこれアスパラゴスの名前と似てますけれども実はアスパラゴスの食分類はここに来るんだと思いますが、えー、日本語では生地隠「キジカクし目 で、えヒガンバラカアマリリダセアエ。で、ここからアマリリスの名前が西洋ではついていますけれども、族に行くと、今度はホンアマリリス族とヒッペ・アストルム族というふうに分かれる。で、実はアマリリスの、この日本語でいうホンアマリリス族のところには、ベラドンナという花があって、今ちょっとここには写真は、えー、ちょっと見つけられなかったんですけど、と私も たくさん撮ってきた写真が見つけられなかったんですけれども、あの、グエル公園にたくさん咲いています。はいで。ちなみにこれ写真はね、えっと、自分で撮ったものの中から探してきました。いろいろ、あのね、どっかから使うといろいろまた問題になってはいけないので、えー、自分の撮った写真の中からあるものをあの分類しております。はい。そしてパンジー。えー、これが、パ、えー、ンジーは、 これすごい。メアマルピヒアレス。金の虎の木。金の虎の木。そして、ビオラセアエスミレカ。そして、ビオラスミレ属とありました。パンジーでもこれもねパン、えー、スペイン語ではペンサミエントというふうにかあの言いますが、ペンサールという、こう考えているというところから名前が来ています。であの 英語もパンジーとありますけれども、フランス語のパンセイも考える、こうね、うつむいてちょっと考えているように見えるから、この俗名から、実はこのパンジーも来ているというところですね。ですので、あの分類名から来ているわけではありません。はい。ということでね、ねまたこれを紹介していくと長くなってしまうので、今日はこのあたりにしておきますが、こうして、えー、ねじゃあ、植物の分類がいろいろされています。 はい。あ、ゆみこさん、こんにちは。あ、みやこさん、ありがとうございました。オーストラリアから。はい。あ,のありがとうございます。ね、えー。オーストラリアにもきっとね、いっぱい私たちの、あのなんてう、見たことのない花が咲いていると思いますので、ね、本当に世界中に分類するこの花が、いろいろな形で分類されておりますが、 基本的に分類する、その分類の名前はラテン語で付けられる、えー。そしてその名前がね、ベースになって、いろいろな英語名、そしてフランス語名、えー、スペイン語名、あるいはそれぞれの国の名前になっていき、日本では和名が付けられるというふうになっています。日本で発見されたものは逆に、そのね、また和名から、えーそのうん ラテン語名が付けられていくと思いますが、そんな風に植物の世界ができているというお話でした。こういうことがわかるとね、ラテン語とかスペイン語とかフランス語、えー、そういうところにも興味を持って、世界に興味を持っていただけると思います。はい、ありがとうございます。見てくださって。 明日もでは、えっとね、えーっと、この花の名前の続きまでお話をしたいと思います。では皆さん、ゴールデンウィーク、良い日々をお過ごしください。そして世界の皆さん、今日も良い一日を失礼します。